皆さんどうも、マキューです。さあ、イベントね、3日目になりまして、歌詞が切り替わって、あやめさんのね、超アップが来ましたね。じゃあ、早速ね、あやめさんの特攻がどれくらい強いのかのと、あとね、確率がどうなったのかを見ていこうと思うんですけど、まず、ガシャ中身を見ると、1.6% ということで、今までね、自分が確か覚えてる限り、ダブルのアップって、まあ、2体ずつとかだとしても、1.2 だったはずなんですよね。なのに、1.6 までね、1体ずつの代わりに上がったということで、まあ、これね、あやめさんだけ欲しいとかね、狙う、時とか、まあ、狙いやすいのかなとね思うんで、まあ一旦アップの代わりね、まあ50連ぐらいすればね悪くても出るんじゃないかと思うんで、おはじきでもね結構ねあやめさん強いんでね、まあ狙う人はね頑張ってくださいって感じですかね。じゃあ早速ね、どんぐらいね狙うか狙わないか迷ってる人もいると思うんで、強いのかをね、まあ、結構も知ってる人も多いと思うんですけど、おはじきに関してはねちょっと見ていこうかと。さあさあ、パーティー空いてるのか、もうマイカーパーティーでいいわ。で、あやめさんのね、特攻というか、一回性能もおさらいしますか。まず特攻がですね、ふぶきさんへの特攻と、SP ステージのね、裏捨て。あと、トアさんへのね、当然、おはじきダメージアップと。で、技がデカプニャ4つ作り、周囲を消す。で、あとがじゃなくて、スキルが、自分以外の妖怪プニが必殺技を使った時に発動を 78%、自身の技ゲージが溜まる。で、必殺技を使った後、技ゲージが少し残るということで、デカプニャ4つ作って技ゲージが残るんで、まあ、ナタとかとね、同じ感じの性能なんで、結構強いんですよね、あやめさん。なんかイベント以外でも使えていい性能をねしてるかなと個人的には思います。なんか自分もジーマだしね、おはじきも含めてね。じゃあ早速ね、まずはスペシャルステージからね使っていこうかな。うん、だからふぶきさんへの特攻かな。で、まああやめさん以外は適当に何でもいいかな、ホルキャラを。とりあえずホルキャラをね入れてあげて、まあせっかくだからちょっと第2弾のキャラでちょっとやっていこうか。じゃあこれでね、ちょっとウォッチ変えてないね。まあ、いっかも、正直、こんだけ強い特攻積んでれば、ウォッチはいらないよね。じゃあ、とりあえずね、あやめさんで、ふぶきさんね、どんな感じで倒せるのか、やっていきましょう。さあさあさあ、ホロライブイベントをね、ついに、これ3日目3日目の最初に上がってる動画だと思うんですけど、まあ、3日目もね、お助け生配信はね、19時からやりますしね、こっからどんどん動画投稿ね、これ多分お昼頃だと思うんですけど、していこうと思ってるのでね、はい、まだまだホロライブクラブね、盛り上がって頑張っていきましょう、ということでね。さあさあ、じゃあ、ふぶきさんでね、どれぐらい強いかやっていきましょう。よし、じゃあ、あやめさんの技をね、貯めていきますか。他キャラの技打っちゃうとね、あんまり分かんなくなってくると思うんで、まあ、コンボとかもね、特に稼がず。まあ、そう、ここね、技ゲージ吸収もあるんだっけな。だけど、あやめさんの特攻によって、もうね、こんな感じで自分今ね、ゆっくり超やってるんですよ、もうまったりね。もこんな感じでゆっくりやってあげても、もう余裕というね、で、あやめさんの技打ってあげて、フィニッシュと、ほんと特攻ゲーですよね、これね。特攻なしだったらどんだけ難しいんよって話なんですけど、特攻がいることによってね、もうね、あやめさんの技ワンパンですからね、打てばね。うん。育成してるからっていうのもあるけど、育成あんましてなくて多分2パンとかなんで、めちゃくちゃ楽っすね、これね。ほんと特攻ゲーだよね、このね、ライブ会場スペシャルステージはね。まあ、こんな感じですかね、あやめさんのね。続いてやっぱね、一番重要なトアさんのね、どれぐらい強いのかを見せていこうと思うんで、まあ、せっかくだからちょっとさ、あやめさんがプリチーなんで、ちょっとプリチーの好感度さ、上げまくっておはじきしよっか。せっかくだしね。うん。まあ、いつも特攻入れまくってるパーティーにやってんだけど、今回はね、ちょっとね、プリチー染めまくってあやめさんどんだけね、火力出せるかね。まあ、言うておはじきね、コロナさんの次に強いんで、じゃあパーティーは灰原さんとかね、種族効果をひたすら積んでいこうかな。種族効果、コキビでしょ。で、あと、種族効果で言うと、カッパちゃん。で、あと、誰だっけ、パンドラか。えぐいね、これ、ステータスが。おはじきでやるステータスじゃないでしょ、これ。だって、ウォッチをさ、ニャイトウォッチどれだ、これか。つけてあげたら、おはじきなのに攻撃1万3000はやべえな、これ。コロネさんでもこれやってみたいね、豪傑で添いまくって。あ、間違えて振りまとりちゃった。まあいいや。いや、まあ今回はやっぱホロライブコラボでね、初心者さんとか始めた人特に多いと思うんで、毎回ね、確率アップ来るたびにね、どれぐらい特攻強いのかとかね、いろいろね、話していこうかと。うん。なんか明日も上がるかな、多分。さあ、行きますか。まあ配置はちょっとしょぼかったな。もう一回ぐらいやりたいな。じゃあ行きます。完全にプリチ染めてるんでね。やべ、ボーナス玉普通に取り逃した。ごめん、なんか。でも普通に火力出てるね。元気10だからね、これ。フルパワーじゃないですからね。これだって元気10だったらさ、火力6倍でしょ？打ち出して3万ぐらいは余裕で超えてるもんね。えぐいね。でも当然ね、これ特攻してない灰原さんでさえさ、打ち出しがこんなに出てさ、2947。えぐいな、これ。染めるパーティーえぐいね、おはじきで。
まあ特攻いる人はね、当然特攻4体のクロスエンマがね一番いいんですけどね。うん、まあせっかくなんで今回プリチューパーティーでやってる感じなんですけど、まあまあまあ結構ね、でもミッション来てほしかったね、正直な話、あやめさんにね。もう一回やろうかな。うん、いや120万今回あるとはいえね、結構やっぱ特攻揃ってると簡単なんですよね。うん、まあ自分が G とかスキル上げてるっていうのもあると思うんですけど、でさっきも言った通りね、今日のお助けのマシンは19時からで、結構質問来てたんですよ。今のうちに答えておくと、平日はどうするとかね、やるのっていうのは来てたんですけど、まあ今日日曜はね当然、まあ、休みなんでやるんですけど、平日はねちょっと月曜はさすがに休まして、うん、初日から3日ずつお助けやってるからさすがに多分休憩だと思う。いやでもちょっとね、俺が吹っ切れてってか、もう毎日お助け行くかってなったら月曜もやる、ちょっとまだわかんない。もう月曜やるイコールとは毎日お助けやったろうみたいになるんだけど、月曜やんなかったら火曜はやるかな、ちょっとね。でもう一回はじきやるか、ちょっと雑談しながらね。うん、まあどうだろうね、月火水木金の平日はまあ毎日ホロライブだからやりたいっていうのもあるんよね、正直ね。うん、やっぱたくさんの人助けてトアさん届けてあげたいから、あとホロライブコイン G もねやろうかなとは思ってるけど、うん、ちょっとその辺はまあツイッターの方でね情報出すかな、やるかやらないかは。うん、やるとしたら大体早くて6時遅くて8時をね目安に思っていただければいいかなと。うん、だから6時から始めた場合は8時前後、8時から始めた場合は10時前ぐらいに終わるって感じかな。うん、まあでも8時から始めるとさすがに10時まではやんないか、1時間ぐらいになっちゃうか。だから今日は7時からなんですけど、そうだね、平日も7時ぐらいがベストかな。うん、さすがにさ昼から誰もできないからさ、当然まあ夜にはなるんでね、平日ねお助け生配信 やる場合は夜にかけてねやっていくんで、まあもしね YouTube 開いてね生配信、俺がねやってるの見たらね、ぜひ遊びに来て、またお助けね、お助けのチャンスということでね、まあフレンド申請とかもねしてね、チャンスをねものにね、していただければいいかなと。うん、いや昨日とかさ土曜日さえぐかったよね、もう同説2000人もね超えてくれて、ほんとねたくさんね、お助け生配信では久々にこんなに来たね。うん、めちゃくちゃ昨日来てくれて嬉しかったんで、いや今日ねたくさんの方来てくれたら嬉しいかなとね。うん、だってもう一回、まあ、もう2位は2回やって全然ダメージ出なかったから、まあこんな感じでいっか。今結構さ話したいことも終わったしね。うん、じゃ最後にちょっとね、これも1個の動画にする気はないんでここで言っちゃうんですけど、あやめさんのねデビュー50年記念ということでね、これおめでとうございますことなんですけど、しかもそれをね記念してプニプニにもねプレゼントが来たということで、ホロハート2個、ヒトラマ20個、神ゲゲツ玉10個、秘伝書1個、ホロコイン1個と、まあ普通にね嬉しいものですよね、これね。だから結構いろいろそう思ってたら配布してくれてるよね。まあでも正直な話言うと、ホロライブコイン G 来てって感じなんですけどね。まああやめさんね、5周年おめでとうございますってことでね。まあ今回はあやめさんのね、特攻がどれくらい強いのかっていうのと、まあ最後にね、ちょっと雑談なり、キャンペーンというかプレゼントが来たよっていうのをね、話した動画ですね。はい、ということでね、この動画ね、参考になったらね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。